立憲民主党、長妻昭、支離滅裂に9日に放送された BS フのプライムニュースの中で感染症対策に関して立憲民主党の長妻さんが次のような発言をしてしまいました一定程度の時期が来れば区切りだと国民にアナウンスをして第1、第2、第3段階という仕組みを提示するとわれわれは考えている。 明確なプランを持って取り組んでいくと、で司会者から具体的な案があるのかと質問され、長嶋さんは、具体的なものは作っていません。立憲民主党が持っている情報は限られているが、政府は情報を持っているのだから、戦略的にイギリスのようなプランを示すべきだとなっておりまして。長妻さん、明確なプランを持って取り組んでいくと、 明言された直後に、結局は批判だけで政府に丸投げされておられましたが、ここまで言うのであれば、立憲民主党が責任を持って、新たな感染症対策の案を作ればいいんじゃないでしょうか。こういったおかしな野党の議員に対しても、1人当たり毎月65万円が立法事務費として支給されておりますので、 法整備も含めた感染症対策を提案する義務が当然おかしな野党の議員の皆様にも生じております。現状、政府与党は野党側から建設的な提案があれば受け入れると何度も表明しており、先日も国会において田村厚労大臣が野党側に提案してほしいと要請しておりましたが、今のところ 立憲民主党の枝野さんですとか、石垣さんは、ワクチンや治療薬よりも検査などと口ばし,してしまっており、まともな感染症対策を提案しておりません。まあ、こういった立憲民主党などのおかしな野党の皆様、まあ、そもそも民主党政権時代に日本の感染症対策の予算を仕分けして、 潰してしまったという問題も引き起こしておりますので、まあ、彼らに感染症対策を求めても仕方がないのかもしれませんが、もうこれでは国会の議席が明らかに無駄になってしまっていると言わざるを得ませんので、感染症対策においてまともな提案ができないのであれば、 ぜひとも長妻晃さんだけではなく、立憲民主党などのおかしな野党の皆様には、自主的に引退していただき、しっかりと感染症対策などを提案できる能力がある方に、議席を譲っていただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました